皆さん、こんばん、マーティン。おはようございます、マーティンです。では、ミラクルボーイ、大相撲にお詳しい、金クです。大相撲13日目、えー、低の富士の相手はいよいよ、一の城、因縁の対決です。もう、因縁の対決。8勝4敗対、ここまでいっぱいを守った天の富士、えー、過去、通算成績は、意外と一の城の方がリードはしています、が、過去はわからないです、そこは。過去はどうでもいいとして、 実は、一の城、天ノ富士、一番最後だったのが平成31年のある場所だったね、おそらく。あの時は一の城が勝ったんですが、ただ、二度、水入りあったんですよ、水入り。5分以上かかりましたね、水入り。入、はい、って、結果的には天ノ富士が勝ったんですあの二度とも水入りで。や、はり、接戦に強いか。ただ、共通点は、右四つと寄りですね、はい。四つに組めば分からなくなるし、力比べになりそうです、はい。 月とお塩りはまだいいですね。はい。果たしてどちらが勝つか。もし予想できたら予想してくださいね。コメントで。以上です。バイバイ。